ドゥームドスカイライン、あクリア率が 0.78% のコースやっていきましょう。バフレンさんのコースで、オートスクロール、強制スクロールのコースと、おーリフト、ちょっとリフト乗れんかった。バフレンさんはなんか結構オートスクロールのコースをいっぱい作ってる印象が、おい、いけないんだけど、ちょっと、なんということ。ここで早めに降りなきゃダメってことか。さあ、オンフを切り替えて、登っていく。怖っ。ここもオンフを切り替えて、てん。危ない。よしよし。これで、入っていくのか。いいですねぇ。危ねえ。今、登れないかと思った。でん。さあ、ここ。ちょっと勢い。ちょっとね、勢い余りすぎた。ここで一旦落ち着こう。一旦落ち着いて、ここで降りるのか。よーし。でん。さあ、そして。ちょっと。地味にこのちくわブロック1マスなのがふわふわ動いてんのが厄介な。ちょっと、ここで、これから切り替えて、よし、足場ができてる。そして、くそ、なかなかのディフェンス力だ。てれん。よし。てれん。てれん。おし、中心をめがけて、土管にインしていきます。オーケー。ぶな。で、横リフト、羽根付き横リフト、オーケー。切り替えて、ちょっと、置いてかれる。よし。さあ、ここでしっかり乗りつ、乗りついて、なんじょこの、急ぎながらもちょっと落ち着いて、動かさないと。つららとかに邪魔されて死ぬ。ドゥ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 ン。強制スクロール。なのですが、ここ。行き過ぎた。でよーし。あのトゲもちょっと嫌な感じだな。でよーし。危ないし。よいしょ。よし、来た。でん。よーし、これはワンアップが3つと。ゆっけい。さすがにクリアかな？オッケー。いいし、ワンアップ。いや、最後のところ結構難かったな。横リフトで、なんかやる最後の方の。あそこでだいぶね、手間取ってしまった感があります。よー。まあ、なんとかいけてよかった。70秒スピードラン。腐ってもキノコ。皆様は夏の食中毒には気をつけましょう。クリア率が 0.61% のコースです。もう真夏じゃなくなっちゃったんですが、やっていきましょう。もう冬じゃない。冬は言い過ぎだけど。秋で、もうすっかりね、真夏じゃなくて冷えてきたんですけどね。タックマンメガネさんの
コースです。おっと、ドゥン、やべえな、大丈夫か。よし、うわうわ見えんかった。ドーン、これか、レールか、レールをよく見よう。よし、いいね。ある程度はちょっとねヒントがあるっぽいんで、トゥ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 ン、おっしょい、矢印とレールの、よいしょ、大丈夫か。ティリリッティリン、さあここは、ガーちょっとわからん、さすがにわからんかった。ディリリリン、ダッシュ、オッケー。おーっと、ドンとドンと振って、ドキの声を切る。ちょ、あ、ちょっと待って、よし、ここ往復するからな。往復するから気をつけろ。オッケーオッケー。うーん、これは切り替える。2、3段。うーわ、めっちゃおる。あやはや、よし、抜けた。オッケー。いい、なんだ、ジャンプしなきゃいかんのか。トゥ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 ン、トゥトゥルー、よし、よし、ドゥン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 、よし、ドゥンドゥルルル、祭りゾーン。さて、この銅管を越えた先はパウをすぐ投げるゾーン、ここよ。オッケー。なんか上の方もドキノコが追っかけてきてる。オッケー、これ3だよ。OK、 よし、どうだ、これゴールペーか。時間はまだ、おーしょー、いいね、いいね、おいえやね。タイムには多少余裕があったみたいですけどね。毒キノコを使って、ん、腐ってもキノコ、そう、名の通り毒キノコのスピードラン。いいね、やっぱこういうコンセプトをきっちりしているスピードラン、面白いですね。あー、いいコースでした。プリースティーンランバヨン。なんだこれ。おーっとっとっと。よーしょ。ポッ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 。あー、くそ、ね、ぬーん。ティッ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 ティ。きっちりここか。沈んでいく砲台を足場にしていくぞ。トゥットゥットゥッ。これは、これもか、オンオフで切り替えて、おーっと、大丈夫か、大丈夫か、 OK、 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 よし、横ドスはかわす、花ちゃんを足場にする。キャー、取っとかなかった。ドゥッ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 、よし、ちょっとね、この水面からのジャンプはやや飛距離が足りないんでね、そこは気をつけないと、そこは気をつけないといけない。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。ああ、早い早い、ゴールだった。ちょっと短めのコースだった。よーし、まあまあね、いいっすね。まあちょっと遊びやすさ重視の30秒ぐらいのコースか。ちょっとなんて書いてんだろうね。なんちれ、バイオーンではないな、絶対。よーし。まあそんな感じで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。